ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今までグリーンピース苦手だった人も驚きの実はうまいグリーンピースご飯を紹介します。シワシワになる茹で方からプリプリの茹で方へ、そして炊き方次第で出来上がりに差が出ます。実は美味しいグリーンピースご飯、90歳の大先輩の料理教室の先生から教わって、それ以来グリーンピースが大好きになった作り方です。このチャンネルでは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時公開予定です。材料はこちらです。グリーンピースご飯、米2合、塩小さじ1、昆布6センチぐらい、酒大さじ1、グリーンピース 100g、鞘から取り出したもの、水 500ml くらい。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。炊飯器でも土鍋でも大丈夫です。米を洗う。我が家のお米は毎年お父さんたちの親父農業部で作られています。1回目の洗米は素早く水を取り替えます。こうすることでぬか臭さがご飯につくのを防ぎます。2回目以降も優しくさっと洗います。3回目、これが最後の洗米です。お米はお肌と一緒で洗いすぎはよくありません。多少お水が白くなってるぐらいでちょうどです。お水に浸して30分置きます。グリーンピースを洗う。鞘から取り出したグリーンピースをさっと洗います。きれいになったところで分量の中の塩を少々取り出し、グリーンピースを塩もみします。こうすることでグリーンが色鮮やかになります。水 500cc を小鍋に入れ、残りの塩を加えて沸かします。水が沸騰したところで塩もみしたグリーンピースをそのまま加えます。再沸騰したところから約5分間茹でます。5分後火を止めました。グリーンピースを茹で汁ごとザルの入ったボウルに移します。この時茹で汁を捨てないように気をつけてください。少し時間が経ってから取り出して指で潰してみると簡単に潰れる硬さです。そのまま冷めるまで茹で汁の中に入れておきます。慌ててざる上げすると急に冷やされて皮がシワシワになります。気をつけてください。お米の浸水の30分間でゆっくり冷まします。米を炊く。土鍋か炊飯釜に米を水切りして入れます。ここでようやくグリーンピースを茹で汁からあげます。この茹で汁が今回の美味しさのポイントです。これは捨てずにこの美味しい茹で汁で炊くのが美味しさの秘訣です。茹で汁の量を測っておきます。炊飯釜に昆布を一切れ入れ、日本酒を大さじ1杯入れます。茹で汁 400cc に足りない分を氷を入れて水の量を増やします。暑い時期だとこうやって氷水で炊くことで沸くまでの時間が長くなり、でんぷん質がゆっくり透過されて甘く美味しいご飯になるのです。茹で汁に氷を入れて 400cc のお水になりました。それを釜に入れます。通常はここで生のグリーンピースを加えて炊くというやり方が多いですが、米と一緒に炊くと豆の食感も色も残念な感じになります。見た目も味もこんなに違いが出ます。グリーンピースはご飯が炊き上がるまで乾かないように濡らしておく。炊飯器ならここから普通にご飯を炊くように炊きます。土鍋の場合も同じようにご飯を炊きます。我が家で使っているかまどさんの場合は強火で約10分加熱します。10分後沸騰したら火を止めます。炊き上がったらご飯を蒸らす。蒸らし終わったものがこちらです。蓋を開けて昆布を取り出します。
グリーンピースは水切りをしてご飯に加えて混ぜます。グリーンピースごと加えて炊いてなくてもグリーンピースの茹で汁がご飯をとっても美味しくしてくれてます。永谷園のかまどさんがこれまたご飯美味しくしてくれるんですよね。おこげもほぼなく美味しく炊けました。ご飯をよそります。豆を茹でた時の塩が程よい塩加減になっています。グリーンピースご飯の作り方は簡単ですが、いくつかコツがあるので最後にコツをまとめています。最後までお見逃しなく。それでは試食タイム。できました。いただきます。つやつやのグリーンピース。グリーンピース苦手だった方はびっくりしますよ。このツヤ見えますか。これを食べたらグリーンピースは嫌いから大好きに変わります。ぜひぜひ作ってみてくださいね。実はうまいグリーンピースご飯5つのポイント。米は優しく洗う。1回目の洗米の後はすぐにお水を捨て、ぬか臭くなるのを防ぎましょう。グリーンピースを塩もみする。塩もみすることで緑が色鮮やかになります。グリーンピースの茹で汁の中で冷ます。急にざる揚げすると皮が縮むのでシワシワになります。必ず茹で汁の中でゆっくり冷ましてください。グリーンピースの茹で汁でご飯を炊く。茹で汁には栄養も旨味も詰まっているので捨ててしまってはもったいない。それでご飯を美味しく炊いてください。グリーンピースは炊けてから混ぜる。お米から一緒に炊くと炊き時間が長く色も食感も味も違ってしまいます。お米も豆もそれぞれ美味しく仕上げるように別に炊いて後から合わせます。この方が断然美味しくなるんでおすすめです。以上5つのポイントでした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは野菜果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g 足りてないと言われています。少しでも野菜果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスで全員集合ということで毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 YouTube の他にも Instagram、Twitter、ブログ、TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。